はい、今回はですね、スニゲーターとその一族についてお話ししていこうかと思います。またですね、スニゲーターのディープオブマッスルのエピソードについても紹介していきます。このスニゲーターのエピソードっていうのは現時点だとディープオブマッスル最後のエピソードになっているんでしょうかね。まずはスニゲーターの基本データからですね、身長210センチ、体重は180キロ、ただいずれも自在に変化することができます。ちなみに今言ったデータはワニの時の、身長体重ですね。はい。で、超人強度が400万パワーで、これがちょっと、ね、意外ですよね。ただね、これ、ね、学研の図鑑で記載されていた数値なんですが、他のなんか昔の書籍とかだともっと多かった気がしますね。なんか数千万パワーぐらいあったような気がするんですが、あとはコンゴ共和国出身ですね。超人総選挙2019では第66位ということでした。で、悪魔6騎士の一人でワニ地獄を司るワニとスニーカーの合体超人です。で、胸の靴紐をほどくことであらゆる爬虫類に変身し、その生物の特徴を取り入れて戦うことができるんですよね。いわゆるその変身超人の代表格と言えます。で、筋肉マンガンマンと対戦していずれも敗北死亡しているんですが、まあね、2人とも強敵ですし、まあ、一度はね、筋肉マンの超人パワーを全て吸い取っているんで、決して弱くはないと思います。なんといっても悪魔6騎士ですからね。まあ、こういうこと言えばね、プラネットマンにも同じことが言えるかもしれないんですけれども、またですね、その鬼教官として悪魔超人を鍛える立場であったようですが、教え子であるスプリングマンたちが死んだことを知ると涙を見せる面もパーフェクトリジン編では見せていました。で、次にですね、ディープオブマッスルのエピソードについてお話ししていくと、エピソード22、変幻自在スニゲーターの悪魔の変身講座、ここでですね、スニゲーターの変身に対するこだわりや活躍が書かれているんですよね。まあ、内容についてサクッと紹介していくとですね、スニゲーターのきっつい指導のもとですね、ステカセキングはウォーズマーに完全になりきるためにベアクローを再現してスクリュードライバーができるようになったりとか、七人の悪魔超人編の時はなんか、ステカセキングはウォーズマンにはなれるんだけど、ベアクローまでは再現できなかったみたいですね、このエピソードでは。あと、その新超人大全集でマンモスマンに変身できるようになっていましたね。ただですね、マンモスマンに初めて変身した際ですね、ステカセは我を忘れて暴れてしまって、スニゲーターはそれを止めようとした際に重傷を負わされていたんですよね。だからステカセはやっぱ強いんじゃないかと思うんですよね。はい。で、まあ、このエピソードの中ではですね、カナディアンマンに変身するステカセに対して、なんでわざわざ弱い超人に変身するんだと突っ込まれるシーンもあったんですよね。まあ、まだこの頃はカナディアンマンそういう扱いだったかと思うんですけれども、ちなみにですね、そのスプリングマンに相談するステカセの様子がちょっとね、微笑ましかったですね。はい。またこのエピソードの中ではですね、サンシャインと変身対決をしていましたね、スニゲーターは。で、その際には悪魔6騎士全員が集合していました。で、ジャンクマンはね、勝敗には全然興味なくてね、その変身対決のサンシャインがただひたすらぶち切れて暴れることを期待していたのがちょっと印象的でしたね。まあ、結果はね、スニゲーターの勝利です、サクッと言うとね。まあ、しかしですね、スニゲーターはメンタル面の弱さを克服すれば、サンシャインは最も戦いたくない超人になるとも発言していたんですよね。で、このエピソードの数日後に、パーフェクトラージナンバーズが進行してきたらしいです。はい。なおですね、このエピソードではスニゲーターの著書、トランスフォームメソッドですかね、変身の方法、これもピックアップされていましたね。この本は実は筋肉マン2世でも登場していたんですよね。で、次にですね、まあ、スニゲーターの息子ですね、マックスマンの父にあたる人物なんですが、彼はですね、実はスグル VS スニゲーター戦ではリングサイドにいたらしいんですよね。筋肉マン2世の設定なんですが、体が小さくてね、病弱だったんで自分は戦うことはできなかったんですが、代わりにその仇を打たせるべく、スニゲーターの息子はですね、トランスフォームメソッドを片手に子供のね、マックスマンをデーモンプラントに入れてしごいていました。その際にはですね、父親の範囲を100以上のものに変身できた一方、変身できる種類が多いゆえに一つ一つの変身技の完成度を低くしてしまった点にあると分析していたんですよね。で、スニーカーのですね、トランスフォーム1本に、的を絞ってマックスマンを、鍛えていたんですよ。そして、まあ、13年の時を経て、マックスマンはトランスフォームスニーカーを極めたんですよね。
で次にですねマックスマンですね、はい、身長217センチ、体重が154キロ、超人強度が115万パワーでアメリカ合衆国出身です。まあ、スニゲーターの孫にあたる人物なんですが、まあ、デーモンプラントのメンバーとしてニュージェネレーションに戦いを挑んでいました。声優陣を倒したんですが万太郎には敗北しています。まあ、だから本来はねスニゲーターの孫なんで爬虫類に変身できたんじゃないかなとは思うんですが、さっきも言ったように父親にねスニーカーの変身に絞ったね特訓を受けていたため、対戦の際にはスニーカーにのみ変身して戦います。で、まあ一つの変身に的を絞っていたため技の完成度は確かに上がったと思うんですが、そのためですね身も心も靴になりきってしまって極度の潔癖症になってしまったんですよね。まあ、これが原因で万太郎に敗北してしまったんですが、でそのためですねその潔癖症であるがゆえに体を汚れるのをね嫌ってですね試合は10分以内と決めていましたね。で、まあ、最後に、まあ、変身超人の今後なんですが、筋肉マンではね、やっぱね、印象としては、全般的に変身超人の戦績は良くないかなとは思っているんですよね。最近だと、ダルメシマンがその部類に入るんでしょうかね。だから、新シリーズでもね、いわゆる変身超人が出てくるかっていうのは、ちょっと気になるとこではあるんですが、ひょっとしたら変身の神みたいなやつがね、出てこないかね、少し自分の中ではね、期待しています。ということで、今回このあたりで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。